小西弘之君。はい、えー、立憲民主社民の小西弘之でございます。あのロシアのウクライナ侵略の問題について質問させていただきます。まず外務大臣に伺います。あのプーチン大統領が先日ベラルーシのルカシェンコ大統領と面談をあの会談をしまして共同会見を行っております。まあ、その中でプーチン大統領がこのウクライナのブチャでの 多数の民間人の殺害行為、まあ、まさに戦争犯罪だと思いますが、まあ、これについてフェイクであると述べ、また、このウクライナへの,この侵攻について。 まあ、ロシアの安全保障のためのものでありまあ、他に選択肢方法がなかったというようなことも言っておりますまたさらに、えー、ウクライナは反ロシアの拠点でありネオナチの目が育成されたまあ、ネオナチがいるまあ、これが戦争目的であるというふうに述べているんですがまあ、これらのプーチン大統領の発言についてまあ、政府としてどのような見解をお持ちであるか答弁をお願いいたします林外務大臣 今、小西委員からご指摘のありましたプーチン大統領の発言については承知をしております。この発言の逐一についてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、我が国としてはロシア軍の行為によってですね、ウクライナにおいて多くの市民が犠牲になっていることを極めて深刻に受け止め、強い衝撃を受けております。多数の無効のの無民間人の殺害は 重大な国際人道法違反であり、戦争犯罪でございます。断じて許されず、厳しく非難をいたします。こうした残虐な行為の真相は徹底的に明らかにされなければならず、ロシアは戦争犯罪の責任を厳しく問われなければならないと考えます。我が国としても、戦争犯罪が行われたと考えられることを理由に、ウクライナの事態を国際刑事裁判所、ICC に付託をしておるわけでございます。 またロシアがウクライナ侵略を開始した原因については、さまざ、あ、まな発言や議論があると承知しておりますが、まあ、問題の本質は、プーチン大統領が平和的解決に向けた各国からの働きかけを聞き入れず、ウクライナの非軍事化や中立化といった一方的な要求を実現すべく武力行使に及んだことであると考えます。いずれにせよ、ロシアによるウクライナへの侵略は、いかなる理由をもってしても正当化されるものではなく、 国際秩序の根幹を揺るがす行為であり、明白な国際法違反として厳しく非難されるべきものであると考えております。 小西之君、はい、あ,のありがとうございました、まあ、先日あの、バイデン大統領が、まあ、プーチン大統領は政権にいるべきではないという,う発言をして、まあ、こういう事態において、ですねあのそれぞれどういうこの発言、またそれに対してどう対応するかというのは、まあ、政治的にも難しい問題だと思うんですが、ちょっとそうしたことを悩みながら、次の問いをさせていただきたいと思います。ロロロシシアアのの左派政党後世ロシアのミロノフ党首 という方があ一部の専門家によるとロシアは北海道に全ての権利を有していると日本の脅しとも受け止められるような見解を、えー、1日に同等、えー、のサイトで発表したと報道がありますまあ、日本政府としてそのような事実関係を確認しているのかこれが一つまたこうした見解及びこの発言の行為というものは、えー、国連憲章ですねなどの国際法の趣旨に反するものと考えますが政府の見解をお願いします林外務大臣 今、ご指摘がありましたミロノフ、ロシア下院議員の対外発信を承知しております。でこのミロノフ下院議員の主張は、まあ、一議員の個人的な見解に過ぎず、根拠が全くないものでありです、ね、受け入れられないというふうに考えております小西弘之君。一議員の発言なので、まああのまあ、そのような対応で私もよろしいかと思うんですが、やはりこういう暴論、暴言に対しては、あの我が国はあのしっかりこう普遍的な。 価値またあるは普遍的な制度を持って、淡々と対応すると、まあ、私まあ今おっしゃっていただきましたけれども、まあ、あちらの国連憲章に当然、趣旨に違反するような発言だと思いますし、まあ、私たち日本国の国会議員においては、日本国憲法があり、憲法の全文に、いずれの国家も自国のことのみに専念して、他国を無視してはならないと。 このような発言を憲法のもとで許されないという憲法で我々は国民のために働いておりますのでそうしたことをロシアの方々にも認識をしていただきたいと思いますでは続いて外務大臣に伺わさせていただきます今この侵略ウクライナへの侵略戦争ですが今度この東部地域のです、ね、大きな大規模な侵攻が開始されるのではないか、まあ、向こう二週間ぐらいが勝負ではないかというような専門家の発言もございます5月9日に独創戦の戦勝記念日が、まあ、ロシアにとってです 来て、まあ、そこまでに戦争の成果ということで、あの大規模な侵攻、またそれによって大きな戦争犯罪などが引き起こされるのではないか、まあ、世界中の皆さんがあの本当にえ心配をしているところであると思います。あのこうした向こうの市民を殺傷する戦争犯罪を阻止するために、これはまあ私の考えなんですが、まあ、各国の外務大臣、首脳、すなわち各国の政府が、この連携をしてです、ね、公式の外交文書を作成して、 それをこのプーチン大統領、あるいはロシアの国防大臣、あるいは参謀長、あるいは新しく任命されたというシリアの侵攻の経験もあるという、このロシアウクライナ侵攻の,の総司令官、そうした人たちに対して、即刻、戦争犯罪を中止すること、かつ将来において絶対に戦争犯罪を行わないように、このロシア軍の部隊に対して、この命令を出す。 ロシア軍の部隊にこの戦争犯罪を起こさせないようにする力は、プーチンらにしかないわけで、プーチン大統領にしかないわけでございますから、まあ、そうしたものを、この各国政府の連盟の正式な外交文書で要請を出す、でその心でございますが、もちろん戦争犯罪はあの国際刑事裁判所において、えー、捜査、逮捕、処罰されることになっておりますけれども、仮にこうした正式の外交文書による要請を受けて、なおプーチン大統領がそうした命令をですね、 あの軍の部隊に出さないのであれば、その後に起きた戦争犯罪については、明らかにプーチン大統領も私は責任を負うことになるというふうに考えるわけでございますが、こうした取り組みを行う決意について、外務大臣の答弁をお願いいたします林外務大臣。我が国といたしまして、ロシア軍の行為により、まあ、ウクライナにおいてです、ね、多くの市民が犠牲になっていることを極めて深刻に受け止め、強い衝撃を受けております。 多数の無個の民間人の殺害、これは重大な国際人道を批判であり、戦争犯罪であります。断じて許されず、厳しく非難をいたします。こうした残虐な行為の真相は徹底的に明らかにされなければならず、ロシアは戦争犯罪の責任を厳しく問われなければならないと考えます。我がが国国とととしても戦争犯罪が行われれたと考えられるこをを理由ににウクライナの事事態を国際刑事裁判所に ししてておおりりまま引き続き続検察官による捜査の進展をを期待をしておりますでこの複数の国がです、ね、まあ、例えばフランス、トルコ、ドイツ、イスラエル、また直近でオーストリア等が、プーチン大統領に対して直接の働きかけを行っておりますが、プーチン大統領が自らの強硬な立場を和らげて、歩み寄ろうとする兆しが全く見られない。 まあそれどころかブチャで、えー、多数の無効の民間人の殺害、今お聞きいただいたようにですね、フェイクだと断じております。えー、このような状況においては、まあ、ロシアが国際社会の声に耳を傾けて、侵略をやめるよう、ロシアに対して強い制裁措置を講じていくことがまあ必要だと考えておるわけでございます。我が国としては力による一方的な現状変更の試みを許さず、えー、国際秩序の根幹を守り抜くためにですね、 今、委員からもお話がありました、我が国だけではなくてです、ね、えー、G7 をはじめとする国際社会と連携してです、ね、えー、積極的に取り組んでまいりたいと考えております<上>小西洋之君あの、まあ。私ももちろんあの、世界中の人たちがです、ね、この戦争犯罪をとにかく起こさないでほしい。 もちろん即刻の徹底撤退をしなければいけないというふうに思っているわけでございますが、今、大臣が最後おっしゃったこの G7 との連携というのを、まあ、3月にもな質問させていただいてますが、まあ、ずっとおっしゃってるんですが、その具体的な連携、で少なくとも私の認識する限り、そり、プーチン大統領らに対して、前線の部隊にこの戦争犯罪を行うなという、この命令を出すことを要請する、それを正式の外交文書で行っているという取り組みは多分してないと思いますので、まあ、そうした取り組みをするべきではないか。 それを世界の,この今おっしゃった G7 をはじめとする主要国が連携して、この数日のうちに行うということは、私は非常に意味があるし、もうあらゆる手段を尽くして、こうした侵略戦争、そして戦争犯罪を阻止する新しい世界秩序を作る戦いでもございますので、そうしたあらゆる取り組みを検討すると、大臣の力強いいい答弁をお願いいたします林外務大臣。 今の小西委員のご指摘、これ、十分に踏まえて、ですね我が国は引き続き、国連を含む国際社会と緊密に連携しながら、一般市民に対する武器の無差別使用を含むロシアによる侵略を直ちにやめさせ、戦争犯罪の責任、これを追及するためのですね外交努力を続けてまいりたいと考えております小西博之君。はいもうあの 誰一人としてです、ね、あの小さな子供も無残に殺されておりますので、えー、こうしたことをとにかく即刻止めるための、この強力な実効性のあるあの国際的なこの取り組みというものについて、日本が主導的な役割を果たすことをあのお願いをいたします。あの法務省に伺いますが、あのこの国際刑事裁判所に日本の検察官を派遣するという報道がありますが、あの今、どういう状況なのか、あの大したことがないんであれば、の一言だけで結構です、時間がありますので、東堂お願いします。法務省柴田審議官 お答えをいたしますあの委員ご指摘の報道を承知しております。あのえー、と我が国はウクライナ事態の国際,国際刑事裁判所に付託しておりまして、引き続き ICC 検察官による捜査の進展を期待しておりますが、それとともに、えー ICC の捜査の活動は極めて重要であると考えておりますので、法務省としてはしっかり協力すべきと考えております。また、現段階では検察官の派遣については決まっておりませんが、えー、現状や支援の具体的必要性について調査等をすることなど、えー、ICC に対する支援として何ができるかについては、あらゆる選択肢を無断に検討していきたいと考えております小西君あらゆる選択肢検討中ということで、えー、それでよかったんですが、えー、っとでは次の外務大臣あの、質問をさせていただきます。何、まあ、とかして、この侵略を止めるということですけれども、 三月十六日、国際司法裁判所は、ロシアに対して仮保全措置というものを命令をしております。まあ、即時にこの軍事行動を停止せよというものでありまして、大臣も参加した四月七日の G 7の外相声明では、この法的拘束力のある命令に即時に従わなければならない。と声明をされておりますで。この仮保全措置については、ロシアと中国の裁判官の二人が反対したんですが、残りの十三人は賛成。でそして、この二人のこの裁判官も、この状況を悪化させる行動を取らないこと。ここの部分については賛成する。 全会一致でございますこの状況を悪化させる行動を取らないことという、この国際司法裁判所のこの仮に保全措置命令について、この実行をですねやはりロシアに、先ほど申し上げたようなこの国際的な強力な枠組み、仕組みを講じて、より働きかけていくべきだと思うんですが、またこの部分についての新たな共同声明を出すとか、大臣のおお考えをお願いいたします林外務大臣。 経緯は今、委員からご紹介をいただいたとおりでございますが、3月16日にこの暫定措置命令というのが ICJ から出されております。で、わが国としてもですね、この3月17日に外務大臣談話を発出して、ICJ による暫定措置命令を指示するとともに、国際社会と連携し、ロシアに対して直ちに、 暫定措置命令に従うこのロシアはですね、この ICJ のこの暫定措置命令に対して、軍事行動停止命令を拒否するという旨を発表しておるところでございます。その後、今ご紹介いただいた4月7日の G7 外相会合の共同声明でもですね、 えー、ロシアは2022年2月24日にウクライナの領土で開始した軍事作戦を停止することを求める ICJ の法的拘束力のある命令に即時従わなくてはならないという我々の G7 の共通の見解を示しておりますで他方で,です、ね、このプーチン大統領は依然として国際社会の声に耳を傾けずにです、ね、自らの強硬な立場を和らげ 歩み寄ろうとする兆しが全くま見られないどころか、軍事作戦を当初の目標達成まで続けると、こういう旨を表明をしておるところでございます。こうした状況においては、国際社会が連携して、やはりロシアに対して強い制裁措置を講じていくことがまあ必要であると考えております。我が国としては力による一方的な現状変更の試みを許さず 国際秩序の根幹を守り抜くため、G7 をはじめとする国際社会と連携し、まあ、積極的に取り組んでまいりたいと考えております小西洋之君あの、まあ。ここにいる先輩同僚の皆さん、同じ思いなんだったと思うんですが、なんとかですね、あのもちろん我々国会議員も国会決議を作ったりあの、いろんな取り組みをしていますがあの、日本政府に主体的な取り組みで、この侵略戦争を止めるために世界においてです、ね、世界の真ん中で輝くと、安倍総理の時代には、 言っていたんですが今、どこを輝いているんだと思うんですが、あのぜひ、林大臣です、ね、頑張っていただきたいと思いますもう一つ伺わせていただきますが、6番ですが、国連の事務総長の,あのグ,テイグテレス事務総長のこの 侵略戦争停止ののののためのこの姿といいううがなかななかか見えないように感じます、まあ、過去の戦争ですね、第二次中東戦争、あるいはキューバ危機、そして1990年の湾岸危機においては、このフセイン大統領、すなわち戦争当事国の首脳とですね国連事務総長が乗り込んでいって、この戦争停止、和平の仲介についてが働いていたところでございます。今、先ほど申し上げましたように、ウクライナの東部で大規模な侵攻が起きる可能性が、まさにまあもう一見、起きるわけでございます。今こそ この事務総長がです、ね、あの日本をはじめとする各国がそれをしっかり支えて強力な国際政治世論を作る形でこのロシアの侵攻のを止める。 ためのこの働きをこの安全保障理事国の常任理事国であるですねロシアに対して、プーチン大統領に対して直接やあの乗り込んで働きかけていく、そういうような取り組みが私は必要だと思うんですが、そうした取り組みが必要であると考えるかどうか、そしてまたそれを実行させ、また大きなあの力添えをするために、日本政府としてどういう取り組みをすることを考えているか、先月も同じ質問をさせていただいております、1ヶ月経っておりますので、どうかあの日本政府、ここにありと、大臣の答弁をお願いいたします林外務大臣。 この先月のですねこの16日にご質問いただいております、その時にもお答えしたことは繰り返すことはいたしませんが、最近の動きとして、ですね3月28日でございますが、グテーレス事務総長は自らの圧戦の一環として、グリフィス国連人道問題担当事務次長、県緊急援助調整官に対して、 関係国と人道的停戦を追求するように指示をいたしました。この指示に基づいて、グリフィス事務次長がロシアとウクライナを訪問いたしまして、4月の4日にです、ね、ロシアのラブロフ外相、また7日にウクライナのシュミハリ首相とです、ね、それぞれ協議等を行っております。で、4月5日、今度はグテレス事務総長ご本人がワンポリ会合に出席して、ブチャにおける残虐な行為等についてですね、 まあ独立した調査を要請し、えー、我が国を含む G7 は、えーこの、これを支持をしております、えー、この引き続き今後の状況を踏まえながら、国連や、ね、G7 をはじめとする国際社会と連携してです、ね、有効と考えられる取り組みを適切に、えー、検討、対応してまいりたいと考えております。 小次長の,の取り組みは私も知っているんですがいや、そういう局面ではなくて、やはり国連事務総長がです、ね、林外務大臣をはじめとする各国の外務大臣を引き連れてです、ねあの、直接乗り込むだとかそれ、そのことによって大きな国際政治世論を作って、でロシアも当然、国際政治世論は気にしてる、だから、まあ、ブチャの,あの戦争犯罪が明らかになった後に、南部でいろんなこの死体を隠したりだとか、そういう報道はされておりますけれども、あのとにかくこの日本が主体的にですね、 こうした強力なこの国際政治の取り組みを、特にこの事務総長がやっぱり動くということは私は大事だと思いますので、引き続きお願いをしたいと思います。でえー、続けてでございますが、あの仮にですが、仮に、あの中国政府が、 ロシ,アにロシア軍に軍事支援をした場合には、えー、中国政府は国際法上の責任を負うという答弁をいただいておりますが、かつてですね、仮に中国政府がロシア軍に軍事的な支援を行った場合は、ロシア軍は今、国際人道法違反の戦争犯罪を行っておりますので、そうした戦争犯罪についても、すなわち国際人道法上も、中国政府は責任を負うことになる、そのような理解でよろしいでしょうか、日本国政府の見解をお願いします。林外務大臣 このロシアによるウクライナ侵略はウクライナと主権、ウクライナの主権と領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反でございます。この中国によるロシアに対する軍事支援、この仮定の質問にはお答えすることは差し控えたいと思いますが、いずれにしても一般論で申し上げますと、 国連憲章に違反するロシアによる武力の行使や、えー、国際人道法に違反するロシア軍の行為についてですね、まあ、その事情を知りながら、ロシアを支援、援助する国は、その支援、援助について、ですね国,国際法上、責任を負うことになります、えー。このロシアによるウクライナ侵略について、今こそ国際秩序の根幹を守り抜くために、ですね国際社会が結束して、えー、毅然と対応することが必要でありまして。 米国をはじめとする同志国と連携して、まあ、中国に対してもです、ね、責任ある行動を求めてまいりたいと考えておりま岸井宏行君、はいあの。答弁いただいている,いると思うんですが、ちょっと確認しす、大臣がおっしゃっていただいた国際法上の責任を事情しながら行った場合ですね、おうっていうその国際法上の責任の中には、国際人道法上の責任も当然に含まれると、そういう理解でよろしいでしょうか林外務大臣あのおっしゃるとおりでございます。 小西ひろ君。私はあの千九百七年生まれで、あの日中友好を胸としているあの国会議員なんですが。あの中国のためにもですね。あ中国が責任ある世界の大国となるように、真の友好国である私たちは。やっぱりこうしたことをしっかりと中国にあの発信をしていかなければいけないというふうに考える次第でございます。で、すみません。あの最後、あの防衛大臣、あの通告できてませんが、あの。ウクライナの今回の、侵略に際して、あのピーケーオ、自衛隊の PKO の飛行機をあの派遣するっていうような報道がありますが。今、そういう何か検討状況などについて。 答弁いただけることがあればお願いいたします岸防衛大臣今回のロシアによるウクライナ侵略に対しては我が国としても G7 をはじめとする国際社会と連携しながらウクライナ及び避難民を受け入れる近隣国に寄り添った支援を引き続き実施していく考えでありますご指摘のような支援も含めて今後のウクライナ避難民への 支援のあり方については政府全体で検討しているところであります。えー、防衛省自衛隊として引き続き関連省と連携しながらできる限りの支援を行っていく所存であります。小泉博之君、はい、あの今日の質問ですが、まあ何とかこの侵略戦争、戦争犯罪を止めるためにですね、日本国政府、まあ日本国としてできることをとにかくやり切って。 いいいいたたたただだききと思いであの質問させていただきましたちょっといきなり名前を出したいですが、あの遠藤審議官ですね、出席いただいている、あの創生局とこの中東局を両方とも担当する方というふうに聞いておりますが、やはりその外務省の官僚の方がですね、ね今日私が申し上げたようなこの戦略をです、ね、立案をして、あの立派な大臣がいらっしゃるわけですから、あの大臣を支えながら、あのウクライナ国民、そして世界の平和のために頑張っていただきたいと思いますあの質問を終わります。 畑次郎君。